はいどうもカッパ編長ですさてとじゃあ今度もなんか、ねえー、クソマスゴミの話の続きみたいなもんなんですけども、えー、と登場人物というかあ人物と団体とメディア媒体名かでいうとまずこの文春,文春法で相手が、えー、高市さんと日本保守党さんそんな感じですかねまあ適当話半分10分の1程度でいいんじゃないですかね。 分身法も結構あれだよね精度角度ばらつきあるからね <laughs> 興味深いっていうところではまあそこそこ興味深いのかもしれないですけど、うん、なんか割とね数ってどれか当たるだろうみたいなそういうのもあると思うんで、えー、今回のこの内容はまあこのなんだろうあの端っこの方の,この見出しの部分ですよね、えー、ちょっと見にくいですか石場と決裂の部分じゃないですよ 高市、あのこのハイライト白の黒字の部分ね、保守党大嫌いって書いてあるところ、これですかね、これをなんかね、まあ、それぞれ本人たちじゃなくて、当事者ではなく、ね、高市さん本人でもないし、日本保守党さんの,この代表、幹部連中ではなく、それぞれの,この支持者がなんかもう、プチバトルみたいなことになっていると。 界隈でそれななりにに騒ぎっってるってるいうそういうことですか、ねうん <laughs> こんなもんなんかいちいち気にしなくてもいいと思うんですけどね、うん、だってどっちのし支持者の人もさ、うん、なんかどうでもいい話じゃないの違うの <laughs> なんかいちいち勘に触るんかねなんかよくわかんないですけどそうだそういうなんか一部なんか生きったさね生き過ぎたやからが、うんね、このカルト化してる信者化してるっていうんだよ なもちろん何か別にほっときゃいいと思うけどね気に食わねっつうんだったら相手じゃなくてこのなんか適当飛ばしてる文春叩きに行きゃいいのになうんどこにそんな証拠があるんだよってうんまあ一応なんかその根拠みたいなことはね語られてるんですけどもえー、っと一応なんかねこのこれに反応してる人たちの様子を見させてもらうと えーとこのまずこの飯山、まあ、この日本保守党さんのところの界話のこの飯山の欄ですよね、要、えー、この飯山さん憎しの、えー、日本保守党信者で、えー、ほぼ埋め尽くされてるんですよね、ちょっとなんかもうこの状況からして異,異様なんでうん、なんだろうな、この界話の人たち、本当に暇人ばっかりなのか、そんなとこにエネルギーつ、ね、注ぎ込む、うん、そんな余裕あったらなんか、 なんか普通に仕事でもして金稼いだ方がいいんじゃねえのっていうぐらい <laughs> 何がそんな熱くなるのかさっぱりだよねまあでもある意味うんだから今後例えばそうだなえっとじゃあ日本保守党さん目線でえ見るとまあとりあえずこの国政政党になったわけじゃないですかねいいことも悪いこともね今までとは比べ物にならないぐらいこのね注目もされるしね確実に何かこのあ 引きずり下ろそうと悪意を持ってマークされることがまあ日常になると思いますようんいや所詮マスコミなんてドイツもこいつもそんなやつらじゃないですかだからですよねだからまあポジティブに無理やり捉えれば例えばこの文春法を食らうぐらいになったらなんか一流政党の仲間入りぐらいに思っときゃいいんですよいや本当に直撃食らうような文春法を食らったらダメですよ じゃなくて、うん、観測気球ポン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 適当ね、うん、大嘘こいてだろうなぁかもしれないなぁだと思うんだけどなぁみたいなのはね、うん、好きに打たしときゃいいんだよ、うんで。取り巻きの連中もいちいち過剰反応すんなよとみっともしょっぱくせえ、うん、一流の証拠ぐらいに思っときゃいいんだよ実際国政政党になったんだしさ、ね、こっからだってあれでしょう政権交代総理目指していくんだよね。うん となったら統制だってどん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 今の10倍も100倍も拡大していくんだろう100倍は言い過ぎかまあでもそんなもんだよねうんまだまだ来るよこんなもんじゃ済まねえようん、まあ、しかもどうやらあれですよね海外だけ盛り上がってるのかと思ったらてっきりねうん なんかもう本体は丸くと無視してるのかと思ったらなんか朝っぱら思いっきり反応してたっぽいじゃないですかなんかお通夜みたいな感じでまあだってねもともとが文春法こういうこのゴシップもねこの面白しろだってそもそもはだってこいつらこの媒体がさね面白おかしいくんみたいなもんなんだからさ所詮はでそれを取り上げて、ね、このなんか面白おかしいニュースでね うん、なんかこのだって番組名とかも名、ね、あのそのまんま散々この取り上げてさ、うん、だてあの木原さんの時なんかは、ね、文春法を読みながら、ねうん、結構なんか番組盛り上げるネタの一つに使ってたわけじゃないですか。自分たちが打たれたらなんかなんかそのしょぼーんとかしてちゃうしょうがなくないですか。<笑><笑> そういう時こそねはい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 勝手に言っとけよって笑い飛ばしときゃいいじゃん別にっていうか無視したってよかったと思いますけどねまあ散々このなんか、うん、取り上げといて自分たちに被弾するが打たれる側になった途端にだんまりするはちょっと始末悪いから、ね、公平に取り上げるんなら取り上げてでも、うん、だって仮にですよ仮にだって日本保守党さんがじゃあ高市早苗さんにね こんなんかそもそも好きでも嫌いでも何でもないと思いますけどもね文春法曰くねこいつらが言うように仮に高橋さんが何か,かの表紙に感情をむき出しでね日本保守の大嫌いだと話にならねえともう顔を見たくないとあの人の代表のっていうふうに切れ散らかしてたとしましょう絶対ないと思いますけどでも仮にそうだったとしても別に何も困らなくないですか んだって今後高市さんとなんか手組んでなんかやる予定とかあるの別にないでしょあるの知らんけどだってね政権ね、うん、取りに行くんだったらいずれどっかでね、うん、その自民党に高市さんが言い続けるっていう前提ですけども、ね、どっかで対決する相手でしょその一人じゃないの、ね、国会で、うん、やり合わなきゃいけない相手なんじゃないの、うん もうそんな相手に、ね、仮にですよ、仮にですけど嫌われたところで別に気にする必要ないんじゃないの、むしろ。うん、ああ、まあ一応ね、あのー、僕は別にこの星党さんの,この超絶切れ散らかしてるアンチとかじゃないですから、こいつらはもうこいつらで、もうそっちの方向で、あのー、大盛り上がりですからね。うん、保守党さんのアンチ まあまあ特に多いのは百田さんのアンチですかね、なんかはなんだ、保守党・百田は高市にも嫌われたのかと、ね、実態が知れたらみんな全力で逃げるなとか、さんざんり散らかしてますけども、もそんなのだって言わしときゃいいと思いますけどね、うん、あ僕はそういうつもりで言ってないですよ、うんまあ、だから,ほらあいつらが言うには、保守党信者は、ね、飯山だけが、ね、飯山だっけ。 ね、保守党信者はこの飯山さんのことを飯山、飯山って言ってたじゃないですかなんか頭おかしそうなあの女性とかが嫌ってるんだと。うん、でなんかこの文春でと言い張ってるこの信者を笑いながら、ね、でこの文春法ですよと、ね、高市早苗さんも、ね、保守党は嫌ってるとどうしましょうねとね対立したらこの百多信者しか残らんからだんまりかなプみたいなことを煽られてるわけですよ。うん こんなうもね挑発に乗ってるようじゃしょうがなくないですかただまあ一つ個人的にこの根拠っつったらまあでも根拠の一つかな、ね、あくまでも文春法なんでさ、ね、このしんこの数うち当たる、ね、なんとなくこの面白おかしそうなこの興味引きそうなこのタイトルつけてさ真偽不明のこのネタを、うん、次々投下していくようなそういう媒体の一つに過ぎないわけじゃないですかたまに当たるけど。 でも、それを危機として、ね、ご自身のチャンネルで取り上げて、流していた、そういう事実があるじゃないですか、百田さん側にも。だそれを、ね、自分が食らっても、同じようにこの、ね、笑い飛ばしながら流すぐらいの余裕はあってもいいかなとは思いますけど、うん、まあなんか、保守党さん界隈がが、ね、暴れ出してるみたいなんで。うん 同じようになんかこう真に受けてこの、ね、テンション上げたり下げたりじゃしょうがないでしょう。今後こんなもんいくらでも飛んできますよ、うんね。さっきも言ったように別にこれが本当に高市さんに嫌われていたとしても困んねっつうのえ。困るんですかだって総理になったって国会でバトルする、ね、手強い相手にしかならないわけですよ。うん、それともなんかつるむ予定でもあるんですかね、うん、だって保守党さんが掲げる多くの政策にはねえ 着手手しない相手じゃないい相じゃですかあれらはあとまあ今度じゃあ逆にこの高市さんサイドで言わせていただくとねまあどこまで真実かわからないこの文春法ですよと可能性は確かにね全くないとは言い切れないかもしれないなでこのねこの党も信者もいちいち攻撃的で、ね、粘着するやからじゃないですか、うん、だから信者だカルトだって言うんだよ うん、わいがもうちょっと冷静になった方がいいと思うっていうのはもうずっと前から言ってるじゃないですか。いんだよお前ら本当にでこの日本保守党さんねこの有本さんもこの百田さんもあほらキャッチフレーズの件だったりとかあとこのなんだろう自民党とはこの関わりたくないっていう話題の時にね代表がこの自民党議員を一からでっち暴行だったら受け入れる的な発言もあったわけじゃないですか。うん そういうのもあってね、ね、だってほら、キャッチフレーズの件で一応、格好としては、ね、わび入れさせられたりとかもあったわけでしょ、うん。まあ、高市さんサイドとしては、うん、まあ、積極的に、どうしてもそうしなきゃいけない理由でもない限りは、ね、関わる必要もねえし、関わんない方がいいかなとは思いますよね。いちいちめんどくさいじゃん。だから、損しかしないんだから。だから、またいつか来たる総裁選に向けて、ね、 党内の地盤を固める方に集中した方がいいんじゃないですかうんって思いますけど。ということで今回は以上です。